工藤静香、ここみ、本当の父親の正体が。親子の衝撃エピソードもヤバすぎる。元トップアイドル工藤静香さんと木村拓哉さんの間に生まれたここみさん。さすが元トップアイドル同士の子供とあって容姿端麗ですよね。そんなここみさんは現在、工藤静香さんのプロデュースで芸能活動をされています。 SNS ではとても仲良しな親子の姿を見せて話題を集めていましたが、実はここみさんの本当の父親は木村拓哉さんではないという噂が。しかも工藤静香さんとここみさんの間には不穏な空気が流れているのではないかと囁かれているのです。そこで今回は工藤静香さんとここみさんの噂の真相について調べてみたいと思います。ここみさんの父親は誰なのか、二人は仲が悪いのか、徹底的に調べます。二人の関係性と現在。インスタなどで工藤静香さんをマミーと呼び、たびたび SNS に登場する工藤静香さん。とても仲良さげで、まさに理想の家族だとたびたび話題になるほど。そんなここみさんがデビューしたのは2020年3月。ディオールのアンバサダーとして有名ファッション誌「ヴォーグジャパン」で表紙を飾り、モデルとしてデビューしました。2年前に妹のこうきさんもモデルとしてデビューし注目を集めましたが、今回は長女であるここみさんもデビューするとあってかなり話題を集めました。この輝かしいデビューを手掛けたのが、実は母親である工藤静香さん。娘を世界で活躍するモデル、アーティストにしたいという夢を昔から持っていた工藤静香さんは、先にデビューしたこうきさんの仕事現場でも姉には音楽の才能があると熱心に売り込んでいたそうです。その甲斐あってか、ここみさんはフルート奏者としてもデビューを果たしました。工藤静香さんは今までの芸能生活で作ってきた人脈をフル活用させ、ここみさんを成功させようと奮闘中なのだとか。ここみさんのプロデューサー兼マネージャーであり、芸能界の先輩であることから、工藤静香さんは絶対的存在なのかもしれませんね。現にここみさんのデビュー後すぐに姉妹でインスタをスタートさせたのも、工藤静香さんのアドバイスがあったからなのだとか。その助言通り、日常生活や木村拓哉さんの父としての話を載せるなどして瞬く間に注目を集めました。そして2022年の年末には、24年ぶりに工藤静香さんが紅白歌合戦に出演。懐かしのメドレーを歌う横でここみさんがフルート演奏をする豪華な演出を成功させました。芸能界で成功するために親子で二人三脚でお互い支え合っていますね。本当の父親の真相。ここみさんについて調べていると、父親は木村拓哉さんではなく YOSHIKI さんであるという噂を発見しました。確かに妹のこうきさんと比べると、ここみさんは木村拓哉さんにあまり似ていませんね。真相を調べてみましたが、これは全くのデマということが分かりました。実は1994年に工藤静香さんと YOSHIKI さんがお付き合いされていた過去があります。ここみさんが木村拓哉さんに似ていないことから、父親は元彼の YOSHIKI さんではないかと言われてしまっているようです。しかも2000年11月23日に結婚を発表した工藤静香さんですが、その1ヶ月前に YOSHIKI さんに楽曲提供してもらい会っていた事実があることから、ここみさんは YOSHIKI さんの子ではないかと言われる原因の一つのようです。ですが工藤静香さんは出来婚だったため、YOSHIKI さんと会っている時期はすでにここみさんを妊娠中だったことから、この噂は完全なデマだということが分かります。現在でも YOSHIKI さんは工藤静香さんを静香と呼び、電話をする仲だということも明かしています。しかも恋の相談をするほどの仲なのだとか。もしかすると結婚を発表する前に工藤静香さんから話を聞き、YOSHIKIさんからのお祝いに楽曲の提供をしたのかもしれませんね。二人の衝撃エピソード。誰もが羨む美男美女で仲良し家族の工藤静香さんとここみさん。そして工藤静香さんの夢である
娘を世界的モデル、アーティストにしたいが現実化しつつある中、いくつかのトラブルに二人でぶつかったそうです。さすが芸能一家といった衝撃的なエピソードをご紹介します。ココミの元彼に激怒。実はココミさんには高校生からお付き合いしていた生田斗真似の彼氏がいたそうですが、工藤静香さんがその彼氏に激怒し別れさせたそうです。ことの発端はココミさんが大学生になってから。高校時代は真面目に授業や習い事を休むことなく通っていたココミさんが、無断で授業を休んだり友人の部屋に遊びに行くことが増えてしまい、ココミさんの生活態度が一変してしまったそうです。そのことをママ友を通じて知った工藤静香さんが激怒。工藤静香さん自身、アイドル時代からラブソングが歌えるのは恋をしているからと公言するほどだったので、ココミさんの恋愛にも口出しはしていなかったそうですが、レッスンや授業を休むココミさんの中途半端な態度が許せなく、ココミさんが彼氏との別れを選ぶことになってしまったようです。工藤静香さんは決して別れを強要したわけではなく、あくまでココミさんにとって今何が大事か、何をすべきなのか、ココミさん自身が彼氏と別れを決断できるまで話し合いを行ったとされています。トップアイドルとして活躍されていた工藤静香さんだからこそ、売り出し中のココミさんの努力が今一番必要なことを知っているからこその判断だったかもしれませんね。ですが、確かに娘の成功も大事かもしれませんが、忘れられない傷を残してしまうかもしれないことを母親として考えなかったのかも疑問です。紅白初共演でトラブル。2022年12月の大晦日に放送された紅白歌合戦に目玉企画の一つとして、工藤静香さんが24年ぶりに出演した際に、ココミさんもフルート演奏で共演しました。親子共演とあってかなり注目されましたが、意外にも世間の評判はいまいちだったそうです。工藤静香さんのアップテンポの曲調にフルートが合っていなかったことや、他に演奏するバンドがいるにもかかわらず、ココミさんだけがメインで出演していることに違和感を覚える人が多かったのだとか。あまりにも違和感がある演出に、娘のゴリ押しやめてや親の七光といった批判的な声が寄せられてしまいました。一部では工藤静香さん側がココミさんとの共演を番組に求めたという話も浮上。しかし、親子共演はあくまでも話題性として番組サイドが工藤静香さんに親子共演を希望したそうです。確かに曲調に合っていないフルート演奏を見てしまうと、無理して共演させたと思われても仕方ないですよね。良かれと思って共演した工藤静香さんとココミさんですが、予期せぬ批判をされてしまいました。番組サイドももう少し演出を考えてほしいところです。まとめ。元トップアイドルの工藤静香さんと木村拓哉さんの長女ココミさん、2020年に芸能界デビューを果たし、モデル、演奏家として活動しています。そんなココミさんの顔が木村拓哉さんに似ていないことから、元彼の YOSHIKI さんの子供ではないかと噂がありましたが、調べてみたところデマだということが分かりました。現在の工藤静香さんは、娘を世界で活躍するモデル、アーティストに育てるべく、ココミさんのプロデュース兼マネージャーを務めていらっしゃいます。そのため、ココミさんの中途半端な生活態度を知った工藤静香さんは、ココミさんとお付き合いしていた彼氏を別れさせたことも。この先どんな活躍を見せてくれるのか楽しみですね。